水玉が君の照明つけたら英雄に近づいた。その目を閉じて触れてみれば同じ形同じ体温の悪魔。僕はダメってあいつはいいの。そこに壁があっただけなのに生まれてしまった。定め嘆くな、僕らはみんな自由なんだから。鳥のように羽があればどこへだって行けるけど、帰る場所がなければきっとどこへも行けない。ただただ生きるのは嫌だ。一機の飛行機の援護もなしに、こんな作戦が成功すると思うか。私は7000人の命を使った。ただの一人の兵も無駄に死なせるわけにはいかん。作戦として邪道だということは分かっています。鉄の雨が降り散る情景、テレビの中映画に見えたんだ。戦争なんて愚かな今日も関係ない、知らない国の話、それなら